久しぶりだな、冴島。冴の花屋、相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由、もう分かっとんのとちゃうか。まあ見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。登場会で大吾の護衛をやっとった森永っちゅう男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡から神室町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や。それは教えられねえと言いてどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。あいつだ。誰やあいつは。森永の舎弟で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の舎弟。ああ、あれが実に面白い男でな。兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、ほんまに死ぬであいつ。死んじゃいねえぞ、この野郎。
くんなら殺す気で来いよ、俺は。そんなことがあったんか。ええ、俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴がどうしてあんなこと。お前ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。はい、兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して。手紙？東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山代行が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええ、そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんてひどいっす。森永の兄貴ももうひどいっす。兄弟を捨てるなんて俺には信じられない。くだらんな。今なんてくだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんはガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい。まだ体動かす元気あるか。這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、
兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いよ愛沢。はい。行くで、愛沢。兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ、だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、愛沢。はい、どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。分かった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。
大見。伊達さん。相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。でなんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ、しかもその指紋なんですが、昨晩シバイラフ島で視察隊で発見された元東上会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？でその指紋身元は割れてんのか？はい。ですがこれがちょっとていうかかなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え。はい。現場から発見された指紋はこの男のものでした。うん？これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は大見連合の現役幹部組員だそうです。うん。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報ではカムロ町、新カムロヒルズホテルに滞在しているようです。カムロ町にいるだ？ちゅうことは福岡も札幌も名古屋も今回の絵裏で買い取ったんはかっちゃんちゅうことか？間違いないようです。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力がカムロ町入りを果たしたとのことです。東上会は何やっとんのじゃい！いや、それがこれっちゅう抵抗もなく事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と東上会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな蒼天ぶりはどうなっとんのじゃい！ごく一部の施設を除き、ほとんど間抜けの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。おら、何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何のしたくだか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む勝谷の隙にさせてたまるかい。はい。そうか、分かった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも例の件はどうなってる？そうか、これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。それじゃあ。すみません、これでもいろいろ忙しくてね。それじゃあさっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億、それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。5億か。つまりこれで日本ドーム公演から手を引けと。ええ、あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか。ちなみに本件イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、
その他設営などのキャンセル代なども全て大阪芸能で負担することになってます。つまりこの金は丸々こちらの懐に入ると。どのように使われても構いません。あなたが全て受け取るのがはばかられるようなら、今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか？引退か。まあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、業界内での悪評は高まる。自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか？そんなことはない。だが今、沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば、最悪。いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。これ以上うちのティーセットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。あさってのコンサートは沢村遥の代わりにうちのティーセットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。参ったな。ん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、勝也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからのワルだとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのかあなたは知ってるはずだ。ねえ、でもそれも全部あの金井ってバケモンみたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんじゃないですか。大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時、寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。ほらね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい。返事を聞かせてください。当然ですが、断ります。遥がドームのステージに立つことは、パクさんの夢でもあるんだね。じゃあそのためなら、大阪芸能、いや、大阪工業を敵に回してもよいと。ねえ、もちろん。それじゃあまた。この野郎、この野郎、ボコボコにしてやるよ。暇じゃないんだ。Chill! Chill! Chill!
金出せや。ただいま。って、なんだ、花ちゃんも留守か。ちょっと何あんた。ちょっとって、もう2時間以上ここで待ってたんですけど、誰もいなくて。お店の人ですよね。ああ、そうですけど。何の用ですか。いや、ちょっとお金を貸していただきたくて。ああ、もう困ったな。実は今ね、このカムロ町の本店は花ちゃんっていう事務、いや、秘書か、まあその女の子に経営を任せてましてね。私の一存で自由にお金を貸すわけにはいかないんですよ。ああ、そうですか。弱ったな。で、一応聞くけど、いくら必要なの？ここにやってきたってことは、結構他の店で断られてきたってとこなんでしょ？それが、はい。ですね、3億と2000万ほど。へえ。3億2000ね。で、お願いします。この店は無利子無制限でお金を貸してくれるって噂を聞きました。2000万は後でもいいんです。それよりもどうしても今日中に3億円用意しないと大勢の人の命が。大勢の命？とにかく俺を信じて3億円貸してください。はい、気合は分かったんだけどさ、いやそんな大金何に使う気なの？あさって日本ドームで開かれるあるアイドルのメジャーデビューコンサート、それをどうしても中止させないといけないんです。え、それってコンサート中止のためのイベント会社に支払う違約金3億円俺に貸してください。
なるほどね。そんなことがなんかいろいろつながってそうだね。ええ。だが一つ困ったことがある。実はあさってのコンサート舞台に上がる沢村遥ってのは今俺が預かってる立場にあるんだ。そうなんですか。しかも都合が悪いことに俺と遥ちゃんはどんなことがあろうとそのコンサートをやりたいと思ってる。現に遥ちゃんは今もとある場所で事務所の連中と密かにレッスンを続けてる。それに俺もついさっきコンサートを中止してほしいという打診を断ってきたばかりだ。でもコンサートをやればどんな危険が待っているかもわからないんですよ。そんなことはわかってる。だがそう簡単にやめるわけにもいかないんだよ。あのコンサートにはいろんな人間の夢が詰まっているからな。夢ですか。とはいえ危ないとわかっているイベントをやれば客にまで被害がいく可能性もある。興行サイドとしては何としても事前にその危険を取り除く必要はあるな。それじゃあイベント中止を。いやダメだ。安易に中止すればはるかちゃんはその時点でパク社長から引き継いだ夢を諦めることになる。夢ってのは手が届くときに掴み取らないとダメなもんだ。次のチャンスはなかなか訪れない。あんたのホームランのようにな。今やるしかないんだ。いやでもはるかちゃんに危険な橋を渡らせるわけにはいかない。それじゃあ調べるしかないようだな。あの夢の舞台の裏で何が起こっているのか。